横手。はい、横です。ジェラテリアシータです。なんかおしゃれな名前だもん。そうそう、この前オープンしてちょっと雨降ってきた。ちょっと今急に雨降ってきた。オープン2日目なので人も賑わってると思いますが、ちょっと中入らせていただきたいと思います。はい、行ってきます。今日お花も持ってきたからね。ジャンゴティー、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、あれでいきますか。はい、行きましょう。はい、あのアックスの駐車場からめちゃくちゃ違うんだよな。ああ、もう今もう歩いてすぐです。もう秒です。すぐそこに入れまーす。すぐそこです。あー、見えたねー。今ちょうどお客さんいねんじゃね。お、ちょうど、ちょうどいいタイミングで。いや。撮っていきたいと思いまーす。お、ちょうどいいねし。今チャンス。いきます。いやー。ふぅー。失礼しまーす。ジャンゴです。ジャンゴでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェラート。やばい、めちゃくちゃおしゃれ。あ、スイカ図鑑ってスイカがほぼ売れてるっすね。めちゃめちゃ売れてました。めちゃめちゃ売れてるっすね。はい、え、これやばい、めっちゃ気になる。緑のジェラートって何？あ、横手市俳優さんか。春菊。春菊。春菊入ってんだ。あの、え、お、まずまずトマトさんは。あ、トマトさんは。あ、トマトさんは。あ、トマトさんは。あれ、今日どうしたんですか。今日はオープン券ということでお花持ってきました。あら、キラネコです。復活しました。初めまして。わざわざ申し訳ございません。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ヘラスカ、あの、歌いに来たんですか。あ、なんか持ってるんですか。ちょっとこれ、お花のお返しで。大丈夫ですか。感動です。いただきました。いただきました。いやねえわ。いろいろ売れてる。一番売れ筋とかって、緑のジェラートを、はいはい、あーやっぱりさっき喋ってたそうですね、うん、はあの地元横手の太夫ってところでしたけど、春菊を使ってるんですけど、そうですね、あとはあの、まあ、万作の花っていう増田の蔵、はい、こちら日本酒を使ってるこの日本酒のジェラート、こちらもワクチン入れて、ね、春菊の味が想像できないですね。うん、びっくりすると思います。後で食べてみてください。 ありがとうございます、はい、今日ちなみに中とかって見れたりするの。もちろんですよ。早かった。いいですね。早かった。それではジェラテリアシータの中の中に潜入してきましたけど、かっこよく言うとここラボですね。ラボです。はい、はい、まあ、厨房の中ですね。シータラボ。はい、だからロゴのデザインもかっこいいな。あ、ありがとうございます。ハワイの海岸とかをイメージしてて、まあ、アイスクリーム一つで、まあ、世界のみんながこうテーマに、まあ、手を取り合いましょうみたいな、そんな感じで。うーん、製造過程を見せていただけるということで、はい、いいですか。いいですよ。ジェラート製造マシンです。マシンです。はい、これに入れれば大体どれも10分ぐらいで出てきます。今日実際ちょっと見てもらうのは、まあ、ここにあります、これ春菊です。春菊、はい、ここでうちではあの緑のジェラートとして販売してます。地元の太夫というところで売ってる、うん、鈴木農園さんというところの春菊を使ってます。これだと結構野菜嫌いな子供たちとか、あ、いいです、はい、結構食べれるので。うわー、すごい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 、どんどん出てくる。あ、いい感じ。すごい、押し出されてる感じ。あー、すごい。おー、あら、マスだ。こいだがうめんだ。おー、緑のジェラートでー、春菊。めちゃくちゃうまい。あ、冷たい。やばい、超美味しい。いや、めちゃくちゃ新しい。俺この味の感覚今までいないわ。うん、え、分かる、このあ、すんげーフレッシュ。うん、いや、うちのばっちゃとか多分これ絶対好きです。このちょっとさっぱりした感じの。いや、これ夏マジ最高。確かに甘すぎず甘っとるくね、うん、全然、うんうん、最高です。いただきます。日本酒これあの食べたら、そういう宣伝したらね。そういう宣伝全然酔わないやつ。ごめん、俺ちょっとこっちの方すぎ頑張ってね。めちゃくちゃうまい。これやばい、これやばいな。うんうん、
分かる、ちょっと分かる。これは秋田町本当にこれ、これすごいっすね。これ香りいいっすね。なんか食べてる時にこうスーって入ってくる感じが、はい、ありがとうございます。いやもう個人的な意見、こっちでしょ。日本酒も回ったどんぶりみたいな。全のせる。ありがとうございます。全のせる全盛りやっぱりめちゃくちゃこれは豪華、ね、これは豪華すぎる。うん、みんなが大好き。もうみんなが大好き。もうハズレがない、うん、絶対。これはストロベリー。これスイカです。スイカ、はい、スイカ、そうスイカめっちゃ美味しいかも。明日だもん。これも大好き。明日だもん。おお、スイカすごい。スイカの味だけど、あの食感がやっぱジェラートがすげえ滑らかでふわふわ、うん、白いやついっぱいあるんで。ヨーグルトもいい。これ朝食いてない。抹茶は。もう麻痺してきた。ちょっと味ごめん。あ、すげえいい。抹茶すげえ濃い。入ってるやつだけ、うん、なんか入ってる。はい、粒々入ってる。粒々入ってるのはちょっと玄米。はい、玄米はほとんど砂糖使ってない。米の甘さだけで、うん、あ、え、これ米の甘さですか。そうです。すげえ。めちゃくちゃすごいわ。このイチゴね、粒々入ってるんだよ。プチプチってね、食べてる。これがすげえいいね。え、紫は何で。ブルーベリー。これは美里町の、はい、お、美里町のさ、美里町のブルーベリー、それ川村屋さん、そうです、ケカットです。これなんか塩混ざってるわ。あー、主力いくなった今。お、いくなったこれ、いくなったいくなってる。ゼラテリアシートってまず見えやすくなった急に、うん、急に見えなかった。あんの注釈入れねばいけない。そんなことはありません。ごちそうさまでした。主食いくぞ。ありがとうございます。でも俺やっぱ一番満作の日本酒、うん、かな。日本酒はまあちょっとぜひ食べてほしい。俺このアイスとかジェラート系ってチョコ好きなのよ。でまあチョコはまあうまい。いやもうまあ当たり前だから、だからそれ以外でいいでなって考えてるけど、うんうん、チョコ以外でいってください。それスイカ、スイカかな。今やっぱこの子迷ったんだよな。やっぱ旬じゃないですか、うん、スイカって、うんうん、だからそれでスイカ食べて、スイカの味なんだけれども、うん、そうジェラートもね、あのまろやかさっていうか、うん、ふわふわの感じがすごい新感覚だった。はい、ということで、あ、作ってきました。あ、もうお腹いっぱいです。ありがとうございました。ジェラテリアシータさん、めちゃくちゃうまかったです。ジェラテリアシータさん、の横手駅のすぐ近くにあるから、うんうんうん、本当アクセスもいいし、うん、すぐそこだもんね。すぐ こっからも横手駅見えます。でほら、日本酒のジェラートはじめスイカとか、はいはい、いろいろ面白い種類のジェラートあったので、はい、ぜひぜひ皆さんジェラテリアシータさん行ってみてください。行ってみてください。今回はこんな感じで終わります。ありがとうございました。バイバイ。じゃあねー。